20世紀終盤、太平洋での隆起現象により姿を現した新島があった。その島はハフマン島と名付けられ、豊富な地下資源から USN、OCU 両国より大量の入植が始まった。それまで自然の宝庫と謳われたハフマン島は一斉に開拓の手が入り、その姿を一変させていった。第一次ハフマン紛争と名付けられた領土権に起因する戦闘は2年続き、ハフマン島は OCU と USN に二分する国境線が引かれた。紛争による傷跡を持つ世代は成長し、情勢がそれに拍車をかけて、その後も各地では小規模な戦闘が繰り返されている。その戦火は再びハフマン島全土に及ぼうとしていた。